2022-23 ヨギボーWeリーグ第9節、マイナビ仙台レディース対アイナック神戸レオネッサの一戦です。まず前半3分、アイナックのシーン、セットプレーからでした。坂口のキック、頭で筒井が合わせました。アイナック先制です。 Bリーグデビューの筒井の先制ゴールでした、はい、もうデビューにふさわしいゴールだったんじゃないかなと思いますね。素晴らしいですね。もう体の強さも非常に現れていたゴールだったなと思います。センターバックの筒井のゴールで先制、アイナックです。こちらのシーンは左右サイドから打ってきました。古巣相手に自分が点を取りたいという気持ちも中島選手あったんじゃないかなと思います、はい、中島のシュートがありました。松本の長いボール、抜け出した船木、右足のシュート。ここ後半3分のシーンでした。マイナビ仙台、はい、惜しいシーンでしたね、はい、53分です。ここ仙台が奪って、館から船木のシュート。目の前にディフェンス、どこ選手は立っていたんですけれども、もうゴールが見えた、顔が上がってここだと思って振り抜いた、そのボールが結果につながったのかなと思います。思い切りあるいいプレーでした。船木里奈、今季4ゴール目でした。75分、最後は松久保のシュート、難しい、バウンドしながらのボールなので難しかったんですけれども、よく振り抜きましたね。マイナビ仙台、茨城から、ここが、はい、松久保のシュートですね、はい、松坂選手の、はい、スライディングをよくタイミング掴んでかわしましたね、はい、さあここがコーナーキックから高瀬の決勝弾、豪快な、もう一振りというか押し込みましたね。さすが、ここで結果を残すっていうのもフォワードとして素晴らしいポテンシャルというか、さすがベテランですね。コーナーキックから最後は高瀬が決めました。ベテランの高瀬、今日5ゴール目。マイナビ仙台対アイナックは1-2、アイナックが勝利しました。アイナックは負けなしです。